はい、皆さんこんにちは、こんばんは。カプセル Q 日本の至宝仏像立体図録パート4ということでね、奥深き造仏の世界編ということで、前回ね一体ご紹介しました。まずねラインナップを簡単に見ていきましょう。龍頭記、主金剛神、それからね、学校菩薩、天頭記ということで、前回はねこの天頭記のね経年劣化バージョンが当たりました。で今回もガチャガチャガチャとやってきたんですけども、この4種類かけるね3パターン計12種類のうちね、何が当たるか楽しみですね。はい、ではね早速ね開封していきましょう。今回は何が当たるでしょうか。ドキドキしますね。もうね、あの前回のね連チャンパターンね、ダブリの連チャンパターンみたいなことはね避けたいですね。じゃあ早速開けてまいりましょう。パカッとな、ということで、おっと、なんか神々しいのが当たりましたね。あ、これはもしやあれかもしれません。じゃあ早速開封して組み立ててみたいと思います。はい、部品はこうなっております。じゃあ早速ね組み上げてみたいと思います。はい、完成です。はい、これはあれですね、主金剛神っていうやつですね。3タイプあるうちのね、どうも金ピカのねこのねタイプみたいです。はい、すごいですね、本当に新品ピカピカの金ピカ。はい、こんな感じです。後ろねこんな感じになっております。じゃあねもう少しディテールの方をねいつもの通りね、ズームで見ていきたいと思います。はい、ズームになりました。お顔からね見ていきたいと思いますけどもね、主金剛神ということで、はい、すごいね、凛々しい顔してますね。手には何かねこんな尖ったね槍のようなものを持っておりますね。はい、胸から、ずっとねお腹にかけてこんな感じですね。足元がこんな感じになっております。何かこう鎧みたいのを着てるんですかね、武装的な感じですね。はい、後ろか見ていきましょうね。髪の毛のねこのヘアスタイルなんかもね細かく再現されてます。それからこの衣のねこれなんかもね結構こう柔らか素材でね、すごいですねこの再現。はい、ピカピカピカとなっております。はい、ちょっとね足元がねすぐ取れちゃうんでね、ちょっとつけましょう。はい、こんな感じですね。はい、台座のところもね、こういう装飾的な感じになっております。なかなかこれねいいんじゃないでしょうかね。この辺もね柔らか素材でねいい感じになっております。はい、こんな感じで、はい、ついにね私まあ実はこれ一番欲しかったんですけどね、主金剛神当たりましたということで、前回のね、天頭記と合わせてちょっと横並びで見てみますとね、こんな感じになっております。天頭記の方はね経年劣化タイプですけどもね、やっぱり主金剛神の方がねやっぱりサイズがね大きいですね。はい、それからこの金ピカがねちょっとね神々しい感じがします。個人的にはねあまり金ピカよりね木彫とかこの経年劣化の方が好きだったんですけどね、まあそれでも主金剛神当たりましたということで、ダブらなくてよかった、めでたしめでたしということです。はい、ということで今回は主金剛神が当たりました。興味ある方はね、近くのおもちゃ屋だとかスーパーのガシャポンコーナー覗いてみてください。前回のねパート3に引き続きパート4ということでね、もしかしたらね、2台並んでね置いてあるかもしれません。興味ある方ガシャガシャガシャと1回400円になっております。ぜひねチャレンジして、コンプリート挑戦してみてください。それじゃあね、また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また。